こんにちは、バーン編集長広瀬和夫です。バーン9月号のお知らせです。9月号絶賛発売中。これは表紙はブルース・ディッキンソン「アイアンメイデン」の関東大特集です。伊藤聖徳さんが「レガシー・オブ・ザ・ビーストツアー」のリポートおよび独占インタビューもスティーブ・ハリス、デイブ・マーレー、エイドリアン・スミスのインタビューを伊藤さんが撮ってます。スティーブ・ハリスね。はい、その他、今回はデッド・デイジーズの来日特集がありますね。はい、インタビューも撮っています。それからヘイルストームが新譜を出しましたので、それのインタビューも載っています。それから今回は、ビニー・ポールの追悼特集がありまして、ポスターカレンダーもビニー・ポールとダイムバック・ダレンのツーショットということになっています。でビニー・ポールのですね、特集ここなんですけど、ここから始まるんですけど、ここにですねポストカードがついていて、これは矢島舞という女性シンガーの新曲がダウンロードできるものになっていますので、ぜひ聴いてみてください。そして今回は、浜田真理のインタビューを私がやっております。新譜、これすごいかっこいいアルバムなんで、おすすめですね。そして、あと日本人でいうと柴田直人と高崎明の対談というのもありまして、それをですねやはり僕がやってます。ビッグな2人のツーショット対談です。ラウドネスがね、イベントがあるので、メタルウィークエンドというイベントがありまして、それの告知も兼ねてということで、これアンセムとラウドネスの対バンがあるんですね。その他にもいろんな企画がありますというイベントです。それから、あとはマシンヘッド、そして、ドートリーのねこれは来日のリポート&インタビューになってますね。それからあとはアモルフィスの来日特集もございますという形のバーン9月号絶賛発売中です。よろしく。